さあ皆さん、もう10月ですよ。10月はハロウィンですね。毎度さん、ブンブンボールです。さあ、僕たちがいるのはですね、金沢駅すぐ近くのハイアットセントリック金沢、ロビーがある3階になります。はい、今日はですね、こちらの方でですね、ハロウィンアフタヌーンティーを紹介したいです。はい、はい、それでは参りましょう。お願いします。さあ、こちらのスペースなんですけども、ファイブグリル&ラウンジといいまして、朝食からランチ、そしてティータイム、ディナーまで楽しめるところになっております。そうなんです。何やらいい香りがしてるんですけども、こちらでちょうどですね、コーヒーを入れていますよ。いい香りですね、はい、この場所はね、ラウンジということで少しカジュアルな空間なんですけども、うん、奥にも素敵な空間がね、ずっと広がっていますね。本当にいい場所。さあ、それでは今回ここでいただけるアフターヌーンティーを紹介しましょう、はい、それがこちらです。出ました、ハロウィンアフタヌーンティー。はい、こちら今月限定となります。はい、いや、想像しとったのと違います。僕、うん、あの、かなりリアルですよね、黒、赤、うん、ね、かなりダークな雰囲気が漂うんですよね。他にも骸骨とかね、いろんなものがありますけども、はいはいはい、さあ、このダークな世界を生み出した方を呼びましょう、うん、お願いします。失礼します。お願いします。お願いします。ということで、岡村料理長、そしてですね、シェフドパルティエの大根さん、よろしくお願いします。お願いします。いや、かなりですね、思ってたよりもリアルなんですけども、うん、この不気味な雰囲気、これ味の方はいかがなんでしょうか。まあ、あの、今回は少しダークな感じでリアル感を出すようにいたしましたが、うん、はい、味の方は大変美味しく出来上がっていると思いますので、ぜひ楽しんでください。もう秋の味覚が満載ということで、こちらを考えたの誰なんですか。こちらはですね、あの、チーム全体で考えましたけども、こういうリアルな、あの、ものは中心、大根さんが中心となって考えました。あ、そうなんですか。大根さん、こういうのが得意なんですか。はい、細かい作業が得意です。わ、そうなんですね、はい、いいや、中でもこの大根さんのおすすめを聞かせてください。おすすめはこちらの指です。あ、やっぱりこれ指リアル、 リアルね。一応聞いときますけど、本物じゃないですよ、ね、そんなわけない、はい、リアルなんですよ。これマジでできるんですか。実はこれクッキーでして、気持ち悪さを出すのにちょっと青白くしております。なるほど、そうなんですね、青白さ。そしてこの関節ですよね、すごいですね。これなんか一本一本手作りで作ってるということなんですけども、うん、その作ってる時の途中の段階の写真ってありますか、はい、あります。ちょっと見せていただけますかね。生々しいじゃないですか、はい、うわ、指が並んどるこれ全部一本一本作ってるんですか。どういう気持ちになるんだ、はい、一本一本手作りで作ってます。すごい、こうやって並ぶとすごい絵やね。ねえ、いや、クッキーとは思えないはい、じゃあ改めてこちらの一皿紹介してください。はい、はい、こちら血まみれのブラックアイスクリームです。お、血まみれブラックアイスクリーム。クッキーの下は黒いですけども、アイスクリームで真っ黒ですけど、いちご味になっております。いちご味なんですか。そしてこの指に何かモデルがいるんですよね。はい、実は料理長がモデルです。料理長の指がモデル料理長の指がモデル。ちょっと見比べてもいいですかね、はい、ちょっと横に並べていただいて。こちら私の指がモデルになっておりまして、あ、今日もうわざわざ爪も赤く描いてくれてて、そっくりやね。確かにそっくりやね。じゃあせっかくなんでマーシーちょっといただけば。いや、ちょっと食べるのも怖くなってきますけども、めちゃくちゃリアルやけどね。じゃあせっかくですからいただきましょう。はい、それでは、いただきます。料理長の指じゃなくてクッキーの方よ。クッキーの方、クッキーの方、当たり前やろそら。こっちの方をね、なんかそっち食べるのが一瞬うってなる。すごいですね。いただいちゃいます。ご本人さんの目の前でなんか食べた。ちょっと連動しとんのこれ。ドキッとした今。うまい、美味しい。なんかあのサクサクの食感ですし、こんなあのベリーのような味わい、いいですね。程よい酸味もあって、いや、こちら他にもね、たくさんありまして、まずは見てください。
目玉が乗ったパンナコッタ、目玉リアルですよね。すごいね。そしてモンスターモンブラン、そしてクモタルト、はいはい、コウモリシュークリームに骸骨のモナカ、そして墓場フォレノワールということで10時間が経ってますね。いやどれもリアルなんですけども、そしてさらにもう一皿、こちらのお食事系もあるんですね。はい、どんな味ですか。今年からはセイボリーも用意しておりまして、能登牛を使ったミニハンバーガー、それとさつまいもの、ボール、それとタイのフライに揚げましたイカ墨のパン粉をですね、すみません、墨のパン粉を使いました、フライをつけておりまして、こちらが赤いソースが血に見立てております。いやいやすごいです。リアルやな。これもお魚なんですね。はい、タイなんですね。いやすごいですよ、やっぱりね、スイーツもそうですけども、こういうお食事のプレートもあるのも嬉しいですし、お飲み物がね、コーヒーとか紅茶の飲み放題なんですよね。はい、飲み放題になっております。しかもこちら出てきました、これは何でしょう。こちらはハンドドリップコーヒーになっておりまして、スペシャル豆を使いましたコーヒーになっております。いっぱい落としております。スペシャルコーヒー、またね、このワイングラスのようなものに入ってるんで、本当になんか味わい変わりますよね。いい香り、すごいいいわ、本当に。はい、ということでこちらハロウィンアフタヌーンティーはですね、今月の31日までですが、当日までの最後の6日間はバージョンアップしたより贅沢な内容となっております。はい、そしてハロウィンスペシャル当日は何でしょうか。はい、はい、10月31日私たちはハロウィンシャンパンナイトを開催させていただきます。はい、たくさんの料理とシャンパン、ワイン、カクテル、ソフトドリンクを用意しておりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。はい、そしてですよ、はい、今回は特別に、はい、1万3000円のところ1万円でやらせていただきますので、こちらふむふむを見たと言った方限定で1万円になります。予約の際にですね、ふむふむ見たと伝えてください。はい、ということで皆さんも今年のハロウィンはもうこれで決まりですね。はい、アフタヌーンティーもぜひ楽しみに来てください。いただきます。いただきます。あ、どんな味なんだろう。